痛いのです。昨日はあまりの痛さに冷や汗が止まりませんでした。しばらくキーボードを叩くのにも支障があります。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに、稼働率は 30% 低下ですよ。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。カムロ町離れてなまっちまったんじゃねえか。そういうこと言う？この気分、変われるもんなら変わってあげたいよ。思ったよりは二人とも元気そうだ。この埋め合わせは必ずするよ。ええ、そのためにも奴らの正体を突き止めなくてはなりませんね。このグループが巫女柴殺害の実行犯である可能性は高いと思います。もちろん江原と関係している可能性も。神奈川県警にも情報を共有すべきでしょうか。いや、向こうから何か情報を引き出す時のために取っとこう。こっちは一介の探偵だ。警察にない手札は大事に使わなきゃ。なるほど、そういうものですか。沙織さんが江原と接見する段取りつけてくれてんだろ。とりあえずカムロ町には俺も行くぜ。お前も支度があんだろうし、向こうで落ち合おうや。夕べはやられちゃったけど、奴らには倍にして返さなきゃね。その前に今日は安静にさせてもらうけど。何、海藤さん、どうかした？なんかさっきからいつもより街がざわついてる気がすんだよ。何それ、野生の勘ってやつ？そうかもな。まあいいや、よくわかんねえことをうだうだ言ってもしょうがねえ。じゃあとりあえず沙織さんとこに、江原と接見する前に軽く打ち合わせないと。ちょっと待てたわ。ん？いつになくチンピラがちょこまか動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる？そうかね。ああ、お前ら見た顔だ。確かここらの探偵だよな。だったらこの男知らねえか。何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。みんなしてその男を探してんのか。ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。でこいつを知ってんのか。ああ待て待て、今思い出そうとしてるとこだ。ところでそもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか。こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。カムロ町で人が消えるってまあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？大体誰が探せって号令かけてんだ。なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。なめてんのかこら。
舐めてんのはどっちだ。人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報もらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ、おい。こんなすぐ手出しちゃって、ヤクザの方がまだ肩着に気使ってたもんだよ。ふざけんな。カムロ町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん、阿久津か。阿久津ダイム知り合い。元途上界の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今カムロ町中でレースになってんだよ。相馬って RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ、ダイモンのメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえあとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとか。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり気に入らねえやつがいりゃ、ただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼阿久津だっけ。
搭乗会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK? なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。搭乗会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ。だがその分資金が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。搭乗会といや最近東と会ってる。ああ、あいつはもっと搭乗会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。お、行くか。沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ええ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。分かった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。ほら、一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。出発しますか。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビにでもされましたか。八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎君が通ってたあの学校です、横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。
なるほど。それで今日いらした御用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越場ヒロの遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。三越場が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。八神さん、三越場博の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます。三越場だな。いい表情してる。しかしあんたはどこからこんな写真を。清涼高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は三越場の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか。彼女は4年前、敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いな三越場だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが三越場殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。三越場を殺したあいつらは誰なんです。あんたはどうやって連中を動かした。違う。全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ三越場殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、
何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながってるのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか。いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。海藤さん、戻ったよ。海藤さん。おう、お前、つくもからのメール見たか。え？いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。巫女島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします。許してください。これ以上はもう敏郎君の言葉、この先一生謝りません。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。マジかよ。だから自分の手で巫女島を殺すことはできないはずだった。だとするとこれあんなんだ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。一体何をやったんだあいつは。